おー、できたー。なかなかのボリュームです。こうね、煽りで見るとめっちゃかっこいいです。違うんだよ母ちゃん。ウォーターファの秘密基地、ウォーターファ、ウォーターファのズミプラを崩せ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日組むキットはこれだ。機動戦士ガンダム144分の1スケールリアルグレードジオングだ。おー、全国のガンゲーロー集結せよ。それからちびっこもぜひ大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。ガンプラを一緒に作ろうじゃないか。というわけでね、今日は144分の1のリアルグレードジオングです。これがついに発売されました。改めてこのリアルグレードってどういうものなのかというとね、最近になってガンプラを組み始めたという方もいるかと思います。このね、名の通りリアルな仕上がりになっています。大きさは144分の1スケールとなっていて、こんな小さいんだけども、パーツ自体もかなり細かく、もう本当にパズルのような、たくさんのパーツを組み合わせることによって、本当にパチ組でも十分な仕上がりの立体物が完成する。それがね、リアルグレードです。いやー、ジオングね、もう直撃世代の人もいるかと思うし、ガンダムが好きならもう説明不要だと思います。一年戦争の一番最初の機動戦士ガンダムにね、シャア・アズナブルが最後に乗った機体ですね。で、このキット自体もラストシューティングエフェクトセットというものがあって、まあ、ちょっとエフェクトパーツがてんこ盛りなものも発売されました。もうこれは本体だけですね。僕もそれ欲しかったんだけど、予約の時点でね、もうなくなってたんで、もうこれを予約しました。ご覧ください。すごくね、ハイディティールなジオングが映っています。いやー、これめっちゃ楽しみにしていました。実は先行販売で発売されてたんだけど、僕はもう情報を完全にシャットアウトしてたんで、僕は改めてこれは初めて見ます。すっげー楽しみ。あっけーろあっけーろ、じゃーん。おー、中にね、キットがたくさん入っています。ランナーじっくり見ていこう。これが、リアリスティックデカールといって、これを貼るだけでね、かなり精密感がアップするやつです。まあ、自分は貼ったり貼らなかったりって感じだね。これが貼った状態のガンダムです。おー、色プラがたくさん入ってて、なんていうのかな、このランナーから離しただけで、なんていうかな、完成する、こういうジョイントのフレームがあるんですね。色プラいい色ですね。たくさん入ってます。かなりね、パーツが細かいです。組み応え的には、これのもう一つスケールの大きい、100分の1スケールのマスターグレードのように、こうフレームもね、組み立てていくという感じです。リード線が入ってる。おぉ。フレームの色はこんな感じですね。グレー。いやー、このね、リアルグレードのガンダムって思えば、いつ発売されたっけ？ざっくり10年ぐらい前、10年以上ぐらい前かな。ついにね、ガンダムといえば、まあいろいろね、シャーザクとかいろいろあるけど、やっぱジオング、ディスプレイスタンドもついています。結構量はあるね。ほほほ、フレームまだまだあります。お、レッド、これも発色の良いレッドですね。これはバーニアスラスターのところかな。こんな感じ。ほほほほ、どのぐらいあるんだ。ああ、あとはこんな感じですね。これはあれだね、ディスプレイスタンドみたいなやつとか、イエロー。ほほほ、こんな感じです。あと最後が、ディスプレイスタンドですね。同じようなのが。ああ、3つ入ってるかな。キットは以上。ランナーが多いとね、躊躇しちゃうよね。まあそこそこあるかなという感じです。リアルグレードを組むときは、注意としてはね、とにかくパーツが小さいです。説明書をじっくり見ながら、まあ、ゆっくり組み立てるといいですね。切り離しただけで完成するフレーム、そういったところがところどころあるんで、自分の経験上、なんていうのかな、切り離したらよく動かした方がいいですね。可変する、例えばゼータガンダムとかもあるんだけど、あれもよーくフレームを、なんか揉み込むようにね、いじらないとね、まあ、大きさ的にかなり小さいからっていうのもあるんだけどね、破損するんだよね。うん、僕は一回ね、壊しちゃったことがあるんで、かなり小さい、144分の1でね、小さいんで、ゆっくり、フレームをしっかり動かして、まあフレームを組み立てて、このようにね、外装のパーツを、こうどんどんはめていくという感じです。あ、これがそうですね。こういうフレームのやつ。切り離しただけで完成するってやつですね。これはパッと見手首ですね。
こんな感じ。ほう。ジオングは他のモビルスーツと違って、まあ足がないんでね。偉い人には分からんのですの、あれなんでね。うん。ちょっと特殊な構造かなと思いますね。あ、こんな感じで。あ、もう組み終わっちゃいましたね。こんな感じとなってます。モノアイが、なるほど。こんな感じで稼働したりとかね、頭部が取れて。あ、ちゃんと後ろにね、ハッチがありますね。おー、めっちゃ楽しみ。さあ、それではね、あ、これがそのデカ、あの、シールを貼る指示ですね。というわけでね、まあ、今回はパチ組でいきます。8割、じっくりね、解説したき、いきたいんで、まあ、6割ぐらいにしとこうか。6割ぐらい組み立てると、こうなります。おー、できましたあのね、結構ね、サクッと組めちゃいましたね。ここまででめっちゃゆっくり組んで、全部合わせてもう4時間ぐらいでしたね。このデカールもね、シールもすべて貼りました。モノアイだけ部分塗装したんで、ちょっとこれは剥がしたんだけど、量もそんなに多くなかったです。なんでこんなにサクッといったのかなと思ったら、考えてみたらこれ足ない。偉い人にはわからんのです。さあ、付属品を紹介していこう。リード線。腕を接続するやつですね。それからディスプレイスタンド。これが、あ、フレームになります。じゃーん。改めてね、最近になってガンプラを組み始めた人は、返り咲きモデラーとかはね、驚くんじゃないかなと思います。144分の1スケールで、こんなに精密感のある、フレームが入ってるわけですね。で、さっきも言ったように目のモノアイに当たる部分。ここだけね、シルバーで塗装を施した後、蛍光ピンクで、塗って塗装しました。ちょっとモノアイの可動だけちょっと見ていこうか。頭部を動かすと、このようにね、このようにね、モノアイが連動して動くというやつですね。こんな感じ。これすごいよね。あとは、例えばね、各部がぐりぐり動きます。ちょっとわかるかな？今、ちょっとここが連動して動いたんだけども、こんな感じでね、腰をのけぞらすと、こう連動して、ここがね、展開するだとか、結構ね、メカニカルな感じです。パーツを切り離しただけで完成する、あの、フレームですね。それはね、今回、指のみですね。これはね、フル稼働の指となっています。スラスターがこんな感じ。めっちゃくちゃあって、これも全部色分けです。このままディスプレイスタンドをつかなくても、ランディングギアがあるといった感じですね。ここに、こうね、たくさんの外装のパーツを、取り付けていくわけです。めっちゃあります。さあ、それではね、組み立てを行こう。組み立て開始！まずは、手首。今回ね、かなり、細かくね、ばらしてるんで。あとはね、パーツもそこそこあります。なので、どんどん行こう。これで完成。それから、今度はこのパーツですね。イエローは、2色使用されてますね。明るいのと、今組んでる方がオレンジに近いイエローって感じで。うん、本当に色分けが素晴らしいです。で、これを挟む感じかな。ちょっと待ってね。押し込んで。こんな感じ。まあ、とにかくね、パーツが超ちっちゃいんで、ゆっくりね。ゆっくり組むといいです。まあまあ、だけど僕は結構サクサク。組んじゃいます。ちなみに僕は、こういう動画にする前にね、まあ、3、4回ぐらい組んではばらして、組んではばらしてってやってます。じゃないとね、何がどうくっつくかってわかんないんでね。僕は頭が良くないから。うん。だから何回もやってんだけど、特に、なんだろう、ポロポロするようなところもなかったね。非常にいいなぁと思いましたね。こんな感じ。僕の指の大きさと比べるとパーツが、どのぐらいちっちゃいかがね、わかるかと思います。ちっちゃいね。うん、で、これがこう来るかな。かでね、ジオング。設定同様にこんな感じでね。こうかな。こう取り外せます。かでね、ここが伸びる。これいいよね。で、取れる。スムーズです。補充力もかなりしっかりしてて、いい感じです。かそしたら、肩アーマー。どんどん行こう。なんかガンプラのレビューしてると俺、なんか静かになっちゃうんだよな。まあ本来あるべきというか。まあね、ガンプラ組むとき静かになるかなって感じです。ね、一緒にね、組んだ気持ちになってもらえると嬉しいです。
なんか僕の声って結構眠くなるらしい。自分もたまにこう、あ、眠くなる声だなっていう感じがします。これでね、腕の完成です。反対側もね、同様に組み立てれば、これで完成。さあ、次は下半身。まずは正面。改めてこの リアルグレード組んでると本当にガンプラの進化を感じます。中央部分を組み立てたら、このね、外装のパーツです。あの、ジオングといえばね、なんか特徴的なこのパンプキンスカートのような下半身。うん、ここも分割がすごいです。組んでる時にね、パチッという音がします。これね、パチッっていう音がするやつは、なかなか外しづらいので注意ですね。二分割になっているやつは、下を先に組み立ててから上といった工程が多かったです。しっかり組み立てていくと。はあ、全部のね、スカートの裏打ちされてるってところがすごいですね。これも今言ったみたいに下を組んだら上といった感じでね、組むと覚えやすいです。これ反対か。こうですね。反対側も同様。こんな感じ。本当になんか内職してるみたいに黙々とねやっていく感じです。ゆっくりこういう感じですね。さあ次、今度はねサイドスカート、これもだから下を組んでこうですね。で今度は上、何回か組んでいくと、あの、応用するところがね、いっぱいあるんで、簡単ですね。相変わらず、無口になっちゃいます。お、だいぶ、終わりが見えてきました。これがね、後ろのスカートになります。こういう感じで合わせて、押し込むと。あんまり外装のパーツをはめるとき、うん、力入れない方がいいですね。そしたら、優しく優しく押し込んで、穴にかぶせる蓋。さあ、そしたらね、全部を取り付けていくわけです。ホールジョイントで接続し、すべてね、ロックがあります。なので、こう、ふらつくことなくね、カチッと。ホールドします。ちょっと待ってね、利き腕でやろう。オタファのワンポイントアドバイス。利き腕でやった方がいいです。これね。そしたら、後ろですね。ここにボールジョイント穴があって、刺して、反対側も同様。うん、楽しい。そしたらね、後ろ。そしたら最後がサイドスカートですね。よし。このように組み立てれば、お!これでね、下半身の完成!胴体!だいぶね、終わりが見えてきました。ここで、左右があるからね。あの、同じようなパーツでも左右があったりとか、前後があったりとかするんで、よーく物を見て組み立てるといいですね。あと、とにかくパーツが小さい。こんな感じ。いいね。でも、どんどん、こう、自分の手でね、出来上がっていくこの達成感は、本当に、何にも変えがたいなと思います。そしたら背中行こうか。これが、こう来るかな。あ、いったこんな感じですね。この色ごとにパーツが分かれてるっていうのが本当にすごいなぁとね、うん、思います。よし、こんな感じで、正面がこれか。これね、コックピットのハッチ開閉ギミックがあります。144分の1スケールながらね、これがあるっていうのがすごいですね。ちょっと開いた後、こうやってね、くぐらせるみたいな。こういう感じ。
そしたら後ろのパーツですね、まあ、似たようなパーツがいっぱいあるんでどうだっけみたいになります。ゆっくり落ち着いていこうじゃないか。よし、反対側も同様。本当にね、こうずっと組んでてポロポロするようなところは、ここまで全然ないんだよね。いや本当に静かになっちゃってごめんね。まあね、手元見れば大体どんな感じかっていうのが、わかるかと思います。これが最後のパーツかな。お、これでね、胴体の完成。さあ、組み立て最後は頭部。いよいよ最後ですね。ちなみにモノアイは真上まで向けることができます。こういう感じ。上下にね、スライドできます。で、さっきはこのカバーがついていました。頭部カバーですね。これを取り付けると。こういう感じ。で、これが、こうなり、また口元ですね。とにかく小さいです。で、サイド。よーく見るとね、色味が違うんですね。これもすごいなと思いました。こんな感じ。あ、で、後ろ。ちゃんとね、カバーがあります。コックピットハッチ。これもね、再現されてるのがすごい。で、このパーツ。これ引っ掛けて、ここの赤と黄色もね、もちろんプラによる色分けです。反対側も同様。ちっちゃい。頭部のパーツはね、特にちっちゃいパーツが密集しています。よし。さあ、そしたらね、アンテナ。特徴的なやつですね。これかなりシャープな作りになってます。破損注意ですね。反対側も。このように。声がちっちゃい。取り付ければ。じゃん！これで頭部完成。そしたら、ラストスパート。肩と胴体。もう本当に毎度言ってるけど、この瞬間がさ、もう最高だよね。もう気分が最高潮マックスになります。肩幅取り付けてから腕。よし。そしたら、下半身と接続。カチッっていうまでしっかり押し込みます。さあ、そして最後はね、頭部。頭部を、ちょっと待ってね。取り付ければ、これで完成！ジオングだ！おー、できたー！ここまでいかがだったでしょうか？ちょっとね、早速手で持ってみよう。足がないんでね、結構コンパクトに見えるんだけど、なかなかのボリュームです。いやー、改めてすごい。正面こんな感じですね。それから横。そして後ろ。かなりね、非常によくまとまっています。パーツの分割とか、とにかくもう本当に名の通りリアルグレードだなという感じですね。早速近くで見ていこうか。まずは頭部のアップ。なんかこのジオングの顔って、はぁ、みたいな。ちょっとこう、なんていうのかな、口を開けてるような、のっぺりした顔に見えるんだけどね、改めてこうして見るとかっこいいですね。全体的にかなりシャープになっています。モノアイをね、塗装しただけの、本当にパチ組でここまで仕上がります。肩。胸部。やっぱ、でか、シール貼るといいね。精密感が増します。腕。フル稼働の腕です。それから、後ろから見るとこんな感じですね。スラスターがめっちゃあって。自分気になったのは、ここ。このスラスターの穴がさ、ジョイントになってるよね。多分ね。なんかこう、ゆくゆくパーフェクトジオングとかね、なんか拡張パーツとかね、なんか出るんじゃないかなみたいにね、ちょっと期待しちゃいます。ちょっと可動範囲というか、まあ、細かいところはあれなんだけど、いじり心地みたいのちょっと見ていきたいなと思います。で、さっきも言ったんだけど、こう、頭部を動かすと物合いがついてくるって感じですね。こういう感じ。これいいね。せーの。
こうね、連動しています。後ろも、のけ、かがませると、ここがね、展開するみたいな感じ。連動ギミックがあります。軸接続なんで、引き出し式関節もあってかなりね大きく動きます。肩アーマーも2段階でね稼働するとか、うん、とにかくリアルです。腕も問題なくこんな風に動いたり、膝の部分は肘の部分は二重関節ですね。こうちゃんとちょっとしたこう連動ギミックもねあります。でさっき言ったように手が取れたりとか、あ、伸縮したりとかいい感じですね。手首どんな感じかっていうとこういう感じですね。一個一個が全部稼働します。くれぐれも、組み立てるときね、よーく、こう、動かした方がいいですね。あとは腕の付け根は、このようにね、引き出し式関節になっています。こんな感じでかなり。ここの付け根のところでも動きます。可動範囲広い。あとさっき言ったように、スカートが、今固定されてるけど、こう全部が、こう展開したりとかして、うん、こんな感じで動きます。いいね。で、あとはここの部分がロックになってて、今これが、ロックがかかった状態になっていて、上に持ち上げると、こうやって外れます。こう外すと、この足が、こうやってね、スライド移動します。ちょっと見えづらいんだけど、この中がね、スライド移動しています。片側動かしてみようか。こういう感じになったりとか、足に当たる部分、ここ自体もね、軸で伸縮したりとか、結構ね、細かい動きをします。あとはジオングといえばね、こう、頭部が取れるみたいなね。こういうのもできます。そこそこね、稼働もするし、まあ、アクションフィギュアとはいかないまでもね、こう、気軽にね、ポーズを取らせたりとかして、自分の好きなようにね、飾ることができます。各部を動かして、アクション！ディスプレイスタンドにセットにしてみました。こうね、煽りで見ると、めっちゃかっこいいです。で、このパンプキンスカートのようなね、この造形の、この部分が全部、スカートがね、分かれるところがいいですね。この分割して、すごく見栄えが派手になります。ディスプレイスタンドも、この板が3つあるのでね、設置性はもう十分といった感じですね。はあ、こんな感じになります。じゃん！それから、リード線にね、接続すると、こんな感じ。メガ粒子砲がね、こう腕からもね、出ます。これかっこいいよね。まあ、これ長さは自分で好きなようにカットすることもできます。さあそして最後は比較いこう。マスターグレードのパーフェクトジオングのコンパチブル式の、まあ、ジオングですね。一緒に並べるとこんな感じ。違うんだよ母ちゃん。そうだね、こうして見るとリアルグレード、うん、くれぐれもねこれはもう発売されてかなり経ちます。だからまあデザインだったり、まあそもそものリアルグレードのコンセプトとしてはもう全然違いますね。同じモビルスーツなんだけど、もう全くの別物と言っていい。こちらなんていうか、良くも悪くもおもちゃっぽいんだよね。で、昔ながらな感じがする。うん、僕は、こっちも悪くないんだよね。なんか好きです。それぞれね、好みで、選べばいいかなと思います。とにかく、今回のリアルグレードのジオングロはね、ハイディティールとなっています。あとは、なんて言ってもね、同じリアルグレードのガンダム。一緒に並べると、こんな感じ。おー。やっぱ足がないだけ。まあ大きさは、一回り大きいかなというぐらいだけどね。もし足あったら相当なボリュームなんじゃないかなと思います。で、今回の商品とは別に、ラストシューティングのエフェクトパーツ付き？あれがあると、もう本当にさながらのね、劇中の、おなじみのポーズでね、まあ、ジオラマ遊びができるって感じですね。エフェクトパーツいっぱいついてるって感じ。ああ。いいね。やっぱ、ガンダムの横には、そうだよな。なんかちょっと話それるけどさ、昔からなんかこう、ガンダムの、やっぱシャーといえば結構ザクとかね、ズゴクとかゲルググとか、そっちの方にフォーカスが当たって、あんまりジオングってなかったなぁと思います。確かになんかミリタリー的な、リアルな感じで言うと、なんかやっぱザクとかそっちの方にすごくフォーカス当たると思うんだけどね。やっぱこうして見るとジオングかっこいいわ。僕は気に入りましたね。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の機動戦士ガンダムリアルグレード144分の1スケールジオングのレビューいかがだったでしょうか。こうね、一緒に組んで遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。
改めてね、組み応えとかどうだったかな。うん、今回はかなり詳しく細かいところまでね、組んでみたんだけど、まあ、とにもかくにもこれ入手困難なんだよね。だから欲しいっていう人になかなか、行きづらい、手にね、渡りづらいっていう、この状況、なんとかしてほしいなぁと思います。まあ、バンダイさんもね、頑張っていっぱい作ってると思うんだけど、それでも追いつかないぐらい、まあ、需要が高いアイテムとなっています。うん、まあ、ガンプラ全般的にね、結構人気があります。僕は一通り組んで、うん、非常によくできてるなと思いました。リアルグレードって結構モビルスーツによっては結構ポロリとかあったりとかあまり動かなかったりするんだけど、これは割と稼働もスムーズだし、各パーツのねポロリもそんなになかったし、組んでて難しいなと感じるところは全然なかったです。僕はおおよそパチ組で全部合わせても4時間ぐらいでできました。本当にガンプラに慣れ親しんでない人でもゆっくり組んで6時間とか、うん、そのぐらいでできるんじゃないかなと思います。帰り咲きのモデラーでね、うん、なんかこう、懐かしさに浸りたいなとか、単純にガンプラ組んでみたいなとかね、144分の1スケールでいろいろとコレクションしてる人にも強くお勧めします。今は入手しづらい状況だけど、もしいつかご縁が上がったらぜひゲットしてみてください。僕は大変気に入りました。大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとどんなことでも結構です。おー、たファー。やっぱジオング最高だね、とか。あ、確かに、このジオングの顔って、あーっていう顔してるね、とかね。あ、パチ組でも十分なクオリティだね。などなど。あ、僕はね、今こんなキット組んでるよとかでもぜひ結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。お疲れでした。またねー。ガンブラの仕掛けせよ、ミッションを繰り出せよ、変形合体憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの君つき君